質を感じるようなね、そういうリレーにしようと思って、うちの技術だからできる、こんなのはいいな、これできないかな、そんなのできねえよ、でもできねえとか言いながら反省しながら、ちょっとしたらやれるかなと。ウチラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、カホです。今回も前回に引き続き大東さんからお送りします。前回はお店の魅力を紹介させていただいたんですけど、今日は柴木社長のいろいろな伝説があるっていうふうにお伺いしたいんで、それを検証していきたいと思います。本当ですか？本当です。本当です。どういう感じなんですか？ぜひこのお話を DVD に撮らせてもらって、はい、全国の方に見てもらいたいということで、はいはい、カミオンが来られて、はい、ちょうどこの場所でしたかね。あ、そうなんですね。で、白い垂れ幕を持ってこられてね、はいはいはい、それで何時間か、はい、お話しさせていただいて、DVD になったんですけど。あ、そうなんですね。はいはい、DVD に乗った時の取材ってどういうことをお話ししたとかって覚えてらっしゃいますか？もともと大東はですね、昔はこのダッシュマットとかね、シートカバーとか、そういう縫い物の縫製したりですね、そういうところから始まってるんですね。で、先代の社長がね、デッチ奉公されて、それで独立されて、それで創業されたんですけど、その後を継いで、はい、私がさせていただいたんですけどね。2代目？はい、そうです、2代目なんですけど、まあ、そのお話を主にさせていただいて、はいはいはい、どういう流れでこうなってきたか。そうで、老舗なんで、はいはいはい、どういう感じで、今までで来られてるんですかねっていう感じのお話でした、ね。はいはい、多分その中で あとはそのリレー機、ホタルリレーかな、ホタルで作ったんですけど、そのエピソードとしてどういう感じで作られたのかな。例えば交差点の、ね、角を曲がっていかれて、走り去っていかれる姿をね、家族の方とか恋人とかね、そういう方が見られて、哀愁を感じるようなね、はいはいはい、そういうリレーにしようと思って、本当に今日も無事で帰ってきてね、はいはい、また会えるようになってねっていう感じで、その切ない思いをそういうランプに込めてね、開発したんです。今後その話を伝説の2つ目で聞こうと思ったんですけど、はいはい、得意なんですか？光も得意です、大丈夫です、はい、これはもう先代からのあれ、先代の奥さんがくるくるっちってね、 LED でね、くるくるっち聞いたことあります？あります、あれですテール、そうテールでね、はい、あれを作ったんです。え、すごい、そうなんですか？先代の奥さんが、そう、ほんで、あとはジュエリーランプ、あれもそうです。すごい、ファンタジックなランプをこしらえて。そうなんですか？何でも作れます。すごすぎる。ただ、受けるか受けないかはね、はいはい、もうお客さん次第でだから、自己満足だけで、やっぱり進まない。リアのね、リレー機もそうです、はい、こう作って、こういうこのパターンやから逆についたらどうやろ、だからまあ今度ジグザグにつけてみようかな、じゃあいろんなパターンで組み合わせてやってみようかなというのも全部リレー機屋さんとこう開発してきてでやってますから、ほぼうちが最初だと思いますよ。リレー機は昔からあったんですよ、追っかけとかね、普通で点滅がジェットさんのところでもあるんですけど、パッパッパッ闇なんですね。で、パッパッパ闇なんですね。パッパッパ闇なんですよ。これは普通なんですよ。で、追っかけるのが流行って、追っかけは闇がないんですよ。だからパッパッパ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 って流れてるんです。それが追っかけなんです。で、その追っかけプラスホタルをこしらえたのが私ですね。そういう。僕はまあ従業員で働いた時のね、仲間でそういう方に独立してもらってね、そのそういうリレーのメーカーを作ってもらったんですけどね、そういう方にアドバイスして、でそういう方はね、ハード面はできるんですけど速度が分かんないですよね。どういう感じで光らせたらそのトラックのドライバーに受けるかとかね、アドバイスして、でこういう場合に作ってくれないかと。今ここにリレー機あるんですけど、はい、これほとんどあれ、全部オリジナルですよ、ほとんど、はいはいはい、この花子っていうのがねあるんですけど、花子2020っていう、はいはい、スピードによってパターンが勝手に変わってくれる。勝手にですか？そうそう、自動で変わってくれる。すごい。それも一応
こしらえて、うん、あれも変わってますよね。どれ、はい、これもあのそうですね、蛍気筒を入れて、ポイントのテールランプなんで決まったセッティングしかできないんですけど、はい、こしらえて、そうですね、これついてる時間長いんですけど、はい、消える時間もゆっくり。すごい、そういう風に光ってるの初めて見ました。あ、そうでしょ、これ、はい、これ普通できないんですよ。すごい、うちの技術だからできる。すごい、普通できない、できないです。これ3回シェイクしてますね、今。はい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 、普通はできないんですけど、ここでコントロールできるようにしてあるんですね。あの3連もそうですか？はい、これもそうですね。ビームです。僕が考えて、これは正直、成功はしてないです。売れてないですけど。いやいやいや、本当、変わりすぎてね。変わりすぎて売れてないです。あ、受けてない。受けたら売れるかなと思ってやってみただけです。こんなん、たくさんあります。今もまあ、あのね、いろんなものを開発してるんですけど、はあはあ、まあ、今度また新しいので出すんです。あ、そうなんですか。はい、常にね、あの現状ではもう、はい、満足しないね、やっぱりもう次は新しい、はいはい、新しい。僕がね、6時からね、店開け出すんです。朝の朝、はあ、9時から営業なんですけど。あ、はいはいはい、はい、その前にいろいろやって、その前にお掃除とか、そう、床も磨いて、はい、で、あの開けます。9時から営業で、6時半まで。で、6時半で、だいたい終わるのが7時半か8時ぐらいですかね。はいはい、そこから開発とかされるんですか？うん、あの仕事の最中にね。あ、最中に。ひらめいて、はい、考えます。ひらめいてやる。はい、そうです。すごい、すごい。そうそうそう。そうそう。で、まあ、お客さんとね、接客しながらね、こう、こんなのはいいなとか、これできないかなとか、そんなのできねえよって言いながらね、できないよそんなの、無理無理とか言いながら、ちょっとね、こう、反省しながら、ね。ちょっとしたらやれるかなと、やってみようかなと思ってやったのが今のキシュン。あ、そうなんですか。つかない車につけるってやつね。どういうことですか。電話でっていうのは、まあ、取り付けもしてるんでね。例えばウインカー流したらブレーキランプがつくとかね、ウインカー流れてる時にスモールライトやブレーキランプが勝手につくとかね、アドバイスして、はいはい、ここをこうされたら直りますよって。多分これじゃないですか。すごい、見なくても。そう、分かる。あのバッテリーの容量とか、ね、はいはいはい、バッテリーのターミナルの接点が悪いとかね。ああ、そう、ボディにこうちゃんとつけてない、はい、新車でもあるんですけど、塗装してるところにこれつけてると弱いんですよ、ね。はい、弱いけど、あの電柱、電柱なんか電柱でついてるやつはね。で、直らなかった車1台もないんですよ、今。すごい。じゃあ本当に、まあ、それはもう絶対的な自信がある。怪しいとこ分かる。で、だんだんあのお医者さんみたいに消していくんです。すぐ分かる、切断できる。なるほど。で、その診断が結構正しい、だから短時間で治っちゃう。すごい、まあ、それはもう経験ですよ。電話でもそういう、あの落ち着いてもらって、そういうアドバイス、ひょっとしたらこれが悪いんじゃないですかと。言葉ばっかりじゃダメなんで、うん、そういうあのファックスを用意しててね、全部自分が書いたんです。上手ですね。あ、そう、絵心も少しはね、少しはありますね。エルフでも今このブラケットがついて純正でそのままついてるんですよ。だからこれを外さないとつかへんから、それが分からへん人のためにこれをファックス流す。そしたらこれ外してくださいねって。あ、これか、あ、その間これ外さなあかんのかって言い張って、そうつけるとか、こんなもん通るんです。これどの穴利用して、どうやってテールつけて、テールのステーを作って、ほんでここの穴をこうやってでつけるように、これが一発分かる。これ口で説明してでもね、分かんない。ほん
で、あとはもう毎日毎日こうなんか電車で通勤してた時にこの毎日のこの一歩こうやってこう勉強して、でたまにこうあの設計したり、ほら設計図書いてここでも、そうそうそう、ここでもこうやってやるんですよ。が己を捨て他をりするはこれ国宝なり。だから自分を捨ててでも他人を律しなさい、他人の得になることしなさいと。そしたらやっぱりそれがあの国宝、国のためになる。だからやっぱり一生懸命やって自分のことのように大東がこの繁栄するようにしてるように見えて、やっぱりこう元気をその日本国中できたら世界まで届けて、人を思いやる気持ちっていうのをねやっぱり届けたいなっていうのがね、やっぱりそれはもう根本にありますね。お客さんとね、つながりやから、はいはいはい、そうつながりを大事にして、でいいおつながりで終わっちゃう、できれば、はい、できれば、ね、お客さんのことをすごい大事に考えて、それがでも商売一番、小さいながらもね、あの何億で売り上げ上がるのはそれです。すごい、何億もちょっとお客さん来なくなったり、はい、ちょっと怪しいな思ったら自分ですぐこのなんていうんですか信号が出るから、はい、それでもあの自分を戒めて頑張っちゃう、やっぱりこの大東のお店がこれだけ人気で有名があるっていうのも本当にその社長の考えとかやってきたこととか努力がすごい詰まってて、でお店もすごい楽しい感じで、私ももう1日かけて面白いのめっちゃ見たいぐらいなんですけど、本当にありがとうございました、はい、で、はい、社長のこれからの夢とかってありますか？光も得意なんで、はいはいはい、光はもう最後まで お届けしたい、はい、一番人間って何探すかって言うとね、夜とか寂しくなると光の当たってるとこ暖かい部分を探す。だからもう光はもう宝、命だから、そういうところで光を通じてねやっぱりお客様に提供したい、まあ、それだけです望みは。だからずっとライトもつけてらっしゃる。そうです。だからすごい明るい。でも節約しない。はいはい、もう夜なんか見通ったらもう相当目立ちますもんね。そうそうそう。夜中中あのついてます。あれを、すごい。照明はね、まああんまり聞いてないけど12時になったら消えるけど。光は命なんで。光は命。もうそれでやっぱりやっていきたい。すごい。うちの社長が納車の時にダイヤモンドキーパーかけてもらって、はいはいはい、箱だけで60万ぐらいコーティングかかってて、勝手にデザイン決めて、はいはい、勝手に社長にして、まあ、社長に怒られない程度に。ここはちょっと今変えるんで今日の動画はじゃあここまでになります。大東さんをいっぱい取材していただいてありがとうございました。はい、もうしょうもないこと言ってます、申し訳ないです、はい、ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ出たこれバイバイ